すまもる。すむりとは、現在一般的に流布している五十四条からなる、源氏物語において、す、もるの語は、橋姫の巻において、宇治八偶の中の君が読んだ歌、泣く泣くも羽打ち着する、君が加わ,われぞ、つかみになりは果てましの中現れる。源氏物語においては、巻柱、雲井の狩り、落葉の実や、柏木、夕霧、夕顔など、作中で、 印象的、特徴的な言葉を含んだ歌が読まれた時に、その言葉がその歌を読んだ人物やその歌の中に、読み込まった人物の呼称として使われることがしばしばある。無名造子の中で語られる、源氏物語の登場人物の評論において、かみの中の気になる人物が現れるが、この人物については、 上記の橋姫の巻にある歌に基づいて、宇治の八の宮の中の君のことであるとする説が有力であるが、後述のすかみ物語の登場人物であるとする説も存在する。また、現氏物語の巻名は、異名とされるものを含めて、多くがその巻の中にある歌の言葉から取られており、そのことからすると、すまもるが橋姫の巻の異名とされる可能性もあるが、そのような扱いを、 サタ形跡は存在しない。現在一般的に流布している、源氏物語は五十四条から構成されており、関数やその順序も固定されたものになっている。しかし源氏物語の教授史を見ると、現在一般的に見られる青表紙本や河内本が、生する頃までの初期、平安時代、鎌倉時代には、関数やその順序に揺れがあり、流動的であった。 源氏物語固形図、源氏物語の古注釈、その他、源氏物語に言及している、様々な資料の中に、源氏物には、須まもるという名前の巻が含まれていたとする資料が、いくつも存在する。すまるの巻について言及する際、この巻なし、ルフボンになしあるいは、紫式部の作ではない、後人の作などとされることが多いにもかかわらず、 マモルの巻について言及している資料は数多く存在する。寿司関係の記述が現れる資料としては以下のようなものが存在する。源氏物語には単独の文書として、または写本の冒頭や末尾に、あるいは注釈書、公害書や源氏物語系図の一部として、源氏物語の巻名をその読むべき順序に従って並べた。 源氏物語巻名目録とこれている文書が古くからいくつも存在するが、その中には現在一般的に知られている源氏物語五十四条に含まれない巻名を記しているものがしばしばあり、その中にすまもるなる名前の巻に言及しているものが数多く存在している。源氏物語固形図の中にスカミ三位やそれに関連する人物の記述のある形図がいくつか、 存在するが、大筋で同じながら、それぞれの記載内容や記載の仕方が、それぞれ少しずつ異なっている。寿司関連の記述のある、現氏物語固形図としては、以下のものがある。その他に、以下のような文献が、スカミについて言及しているのではないかとされている。スカミに関しては、上記のような、まとまって存在する文献の中に、断片的に存在するだけでなく、 弾丸、もともと書物や巻物だったものから個室を切り出したもの。個室切れともいう。いやこれらを集めた手鏡の中にもいくつか見出されている。つかみに関して個々に存在する資料は短く断片的なものであるが、それらが伝える情報は大筋で一致していると考えられるため、これらを繋ぎ合わせ、組み合わせることにより、かなりのところまでもともとあったと考えられる内容を、 推測することが可能である。そのようにして出来上がったスカミに関する一連の物語を総称して、スカミ物語と呼ぶ。スカミ物語ではこの他に、宇治十条での主人公とも言うべきに大宮と薫が重要な役割を演じている大下の人物が登場している。源氏物語固形図をはじめとする様々な資料の記述を整理することによって判明する。 すまもる姉妹の物語の概要は以下のようなものである。スカミ物語と宇治十条は判明している部分だけでも、などいくつもの点で宇治十条と非常に似た構造を持っていることがわかる。その一方で、など、両者の間には小さくはない違いも存在している。このスカミ物語の発生については、もあるものの、スカミ物語の内容から見たときに、 成立時期に関して、があり、このような、様々な理由から、古本草を守るは、宇治十条の結末に満足しなかった後人が、宇治十条を踏まえながら作った後世の作であるとする、見解が有力になってきており、辞典類でも、後世の偽作として扱われるようになってきている。現行の十四条からなる、源氏物語では、続編の始まりである二宮や竹川などにおいて、 年率が複雑に絡み合い、しばしば簡易の矛盾なども指摘されることから、宇治十条と共に、二大宮や竹川などはそれぞれ独立して、幻巻きで終わる、源氏物語製編の続きを描こうとしたものであり、スカミも当初はそのような存在であったが、源氏物語の聖典化、正規化が進む中で排斥されていったのではないかとする、見方も存在する。また、古本草を守るは、 宇治十条とだけではなく、現行勾配官とも両立しないと考えられる、ことなどを理由として、原勾配古本草を守るが、現行勾配宇治十条に書き改められたとする、時は、い、はせ和子などの説もある。なお、近年研究の進展に伴って、寿司関連の記述が存在することが、明らかになった文献が増えているが、その中でも、鶴見大学造本固形図や、 国分県本古系図では、同じ、主関連の記述とは言っても、大島本古系図や、昭華本古系図とあす、森蔵らいと薫との出会いが大内山に陰性した、前か後かという大きな違いがあるなど、誤社のレベルでは、処理できない相違存在するため、それらの記述のもとになった、守るの本文がすべて同じものなのか疑問が持たれるようになっている。 武田総春による玉から系、後期一括挿入説に先行して、現行の源氏物語本文に含まれる内部嘲笑に基づいて、源氏物語は、現行の巻序通りに書かれたのではないとする説を明らかにした安倍昭夫は、伊勢物語、竹取物語、平中物語、うつほ物語、落保物語、住吉物語など、 当時存在した多くの物語の残存状況から、ほとんどの多くの物語が当初作られた形から、何らかの保、改変を受けていることを明らかにし、そもそも、当時の物語は、一人の作者が作り上げたものがそのまま後世に伝えられるというのはむしろ例外であり、ほとんどの場合は、別人の手が加わった形のものが伝えられており、何らかの形で別人の手が加わって後世に、 伝わっていくのが物語にとって当たり前の姿であることに注意を払うべきであるとの解を示している。風和歌集や寿司関連の記述を含む源氏物語固形図の著者は、スカミなどを源氏物語のうちにあるものとして扱っていると考えられるが、それが紫式部が書いた神聖な源氏物語に含まれるの判断に基づくものなのか、それとも、 後の人間が書き加えたものであるが、源氏物語に含まれるとの判断に基づくものなのかは明らかではない。稲賀刑事は、現在見られるような五十四条からなる、源氏物語だけではなく、このような紫式部の作ではない。または、そのような可能性のあるもの、神聖な源氏物語であると言えるかどうか疑問ある。もの、神聖な源氏物語との間に矛盾点を含むもの。 人によっては、源氏物語としては、受け入れていないものまで含めたものまでを総称して、源氏物語の類と呼んでおり、この時期の人々にとっての、源氏物語とは、このような、源氏物語の類であったとしている。スマモルが受け入れられ、伝えられていた期間でも、すべての人が、スカミを、源氏物語の構成要素として受け入れていたのでは、なく、スカミや、桜人などの薪を、 受け入れる立場と受け入れない立場が並している期間が存在したと考えられている。時は一子は、源氏物語に関連して、巣、守る、や桜人など、現存の54条に含まれない巻に言及した、文献は細かいものまであげれば、数多く存在することは事実として認めながらも、といった点に注目するべきであり、そのような状況の中で、 当時の源氏物語に親しんでいた一般の人々の中にどの程度層を守るが知られ、源氏物語の中の巻として認められていたのかは疑問であるとしている。少なくとも現時点では、つかみの巻が源氏物語の中から覗かれた経緯を直接証言する資料は発見されてはいない。ただし、稲賀刑事は、川会省にある、かつてはいくつかの源氏の物語が存在したが、 最も優れている光源氏の物語以外は耐えてしまった。とする記述について、玄山味の子供であるスカミ三人たちの物語である。スカミ物語も一つの源氏の物語と呼ぶことができるので、この川海消の記述はスカミ物語が消えていったことを指している可能性があるとしている。ただし、スマモ巻について、 巻名目録などの中で、す守るという巻名のみについて触れている文献を別に、すれば、す、守るの内容にまで踏み込んで言及している資料は、鎌倉時代初期までに成立した見られる文献に限られている。そのため平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、源氏物語が古典、聖典化する中で、源氏尺や奥入りのような源氏物語の対する注釈の発生などと、 並行して行われてい、藤原定家や河内方によって行われた、標準本文制定作業と関連する可能性が高いと見られている。こうした、源氏物語の本文を整える作業の詳細は、河内本の元になった写本の名前が一部分伝わるなどしているものの、それぞれの写本が具体的にどのような本文を持っていたのかはほとんど不明あり、 またそれらいくつかの写本の本文を元にして、どのような方針で正しいとされる本文が定められたのかも明らかではない。鎌倉時代に成立した文献、光る源氏物語本時は、後に主流となる本文である、京国中納言の本イコール、青表紙本について、枝葉を抜きたると、どうしても取り除くことのできない根幹となる、部分以外を取り去った本文であるという評価を、下してる。 今井見へは、この、取り去りが短い文言の抜き去りといったものだけではなく、つ、守るを、源氏物語から取り除くといった巻単位での、源氏物語からの除去もお指している、可能性もあるとしている。この標準本文制定作業にあたって、現在の54条は全て紫式部作である。またこの54条だけが、紫式部作である。 とする理解が前提であったのかどうかも明らかではなく、結果的に五十四条の体系の中に残った宇治十条などにも古くから紫式部以外の人物による執筆とする伝承が異論を伴って伝えられることもあるものの古くから存在しており、これらはある本もあり、無き本もあり等としてその存在が揺れていたとされていた。そのような見方が存在する。 宇治十条が残されたことから考えてもら、紫式部が執筆したのではないと考えられた部分を排除すべきであるという意識が標準本文制定作業にあたって存在したかどうも不明である。上記のようにスカミに関する記述は、現氏物語を取り巻く文献には様々な形で存在するものの、現在判明している限りでは、スマモルが 源氏物語から覗かれていった経緯を明確に示す文献は一残されていない。そのため、いかなる理由で、スマモルが源氏物語から覗かれていったのかは、様々な状況から推測するしかないが、以下のような点が可能性のある原因として挙げられていい。室町時代初期に成立したと考えられている、源氏物語の補作である雲隠れ六条が、その巻名に、 守るや、桜人といった、かつては、源氏物語の一部として存在したらしい巻名を流用しており、しかもす守る巻の内容については、宇治十条イコール浮船物語の続編という、かつて存在したすかみ物語とは全く異なる内容を持っているということは、この室町時代初期にはかつて存在していた、巣守守や桜人といった存在が、 巻名だけはよく知られていてもその内容がもはやほぼ完全に失われてしまったことを表しているのではないかと考えられている。ただし、雲隠れ六条のす守るは基本的に宇治十条の浮船物語に続く話であり、古本草を守るとは全く別物の内容を持っているのではあるのだが、この中において薫ると結ばれて若君を儲ける女君が三位の と呼ばれていることなどについて、雲隠れ六畳のスカミの中に、古本スカミを受け継ごうとした形跡が見られるとする立場も存在する。また、古本草守るが失われた後も、室町時代のレンガの世界などでは、守るや桜人の巻にあるとする和歌などが、怪しげな秘伝、秘説として伝えられていた形跡があるとする見方もある。 現行の源氏物語五十四条において、幻、雲隠れに続く、二大宮、勾梅、竹川といった巻、いわゆる二大宮三条は、年率の重なりや、簡易表記の混乱等が存在することから、しばしば後期説や別作者説が唱えられている。これらの巻は、政変に現れた一族の、光源氏死後の出来事を、と、つながりの深い一族ごとにそれぞれ相互に独立して、 描いたものであると見ることができ、その観点から、スマモル巻キを見ると、スマモル巻キとは、蒸気の巻キと同様に蛍兵部境遇一族の、光源氏主語の出来事をいた巻キであると位置づけることが、できるとする見解も存在する。またこれとは別にスカミ物語のあらすじが、勾配の特に前半と類似していることなどから、当初現在の勾配巻キとは異なる、原勾配と、 守るとが存在し、それが現存の勾配と宇治十条とに再構成されたのではないかとする説も存在する。桜人及びサムシロもす守ると同様に、かつて、源氏物語に含まれる巻として存在したが、今は内容が失われてしまったと考えられている。桜人は、平安時代末期の源氏物語の注釈書である、源氏尺において、 玉かずらの並びの巻の一つであり、ホタルの巻の次にあるとされており、この中期自体は巻柱の次に記されている。十三条にわたって本文が掲げられて、それに対する注釈が加えられている。源氏釈の他にも鎌倉時代に作られた、源氏物語の注釈書である絵本指名書にも本文とされるものが伝えられている。わずかに伝えられている本文からすると、 玉かに対する求愛の歌と見られるものがあるなど、玉かに関わる物語が記されていたと見られる。また、現行の玉か物語でも登場しているす、守る一族の始祖にあたる蛍兵部境遇が、桜人でも特に多く描かれていたらしいことがわかるなどの理由から、稲賀刑事はこの、桜人巻に、蛍兵部境遇自身の話家ではなく、その子、 玄三味の結婚やその子すもりの姉妹の首相と母の死亡や玄三味の先災の妹との再婚といった物語が描かれていたのではないかとしている。風巻慶次郎はこの桜人を現在の玉カ十条イコール玉カ物語の原型だったのではないかとしている。なお、桜人はスマモルと同様に室町時代の源氏物語の補作である雲隠れ六条の 巻名に使用されている。さむしろは、本文とされるものも、内容を推測させる資料も全く伝わらないが、しばしば、つかみや桜人と並べて、かつて存在していた、あるいは後人の作った巻の名前として伝えられており、いくつかの巻名目録においては、あずまやや浮船の巻の並びの巻とされたり、異名とされたりしている。 長い間実態が分からなかったスカミであるが、2009年、平成21年11月には、寿司町と思われる写本の一部が、中央大学教授の池田和臣によって、発見されたと報道されている。見つかったのは、古書店から入手した15.5センチメートル四方の古写本の段階2枚であり、紙質の鑑定により、鎌倉末期から南北朝時代のものと見られるという。 報道によると、浮世をもかけ離れなはいる月は山こそ、ついの住みかなるラメという書質の和歌を含んでいると、されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。